イルカ超特急の帰ってきた無謀な企て第132回あっしゃい、イルカ超特急です。はい、2メートル先にハイブリッド立花でございます。はい、ということで今回もね、ソーシャルディスタンスを保ちまして、はい、行いたいと思います。ということでね、まあ、まあまあ今はまだね8月の最初なんですけど、はい、ちょっと前にね話題になったのが、はい、東京都のなんか議会でね、東京都の都立の高校の校則が、はいはい、ニュースになりました。2ブロックね、はいはい、禁止ということで結構ねなんか話題になって、そうですね、まあ昔からなんかね高校とかああいうこういうブラック校則っていうのがなんか変な校則っていうか納得いかないような、はいはいはい、まあ校則って大体理不尽なんだけどね。そうですね。これはダジバーグなんかどうだったんですか、このなんか、今は割と丸坊主ですけど。高校時代とか髪型は、高校の時は毛先遊ばせてた。いや、遊ばせてはなかったですけど、遊ばせて、はい、遊ばせるよその頃は。まあそれ昔、まあ、短い髪型ではありましたけど。2ブロックって何なの？俺ら毎回ね、2ブロックって昔からあったかな、言葉としては。正直もう一つよく分かってないんだよね、2ブロックが。なんか段差があるみたいなイメージ。だからなんかサザエさんにおける中島くん。あ、そうですね、中島さん。カツオは違うでしょ。中島君。カツオはカツオっぽい感じでしょ。ええ、そうですね。まあ、私もカツオとね、ナミヘイのねハイブリッドですけど。いや、完全にナミヘイだろ。おい、自分で言わすんじゃないよ、お前。丸いメガネでしょ。ナミヘイだよ、完全に。海ヘイだよ、海ヘイ。兄弟はいいんだけど、兄弟な。うん。そう、2ブロックっていうのはなんかこうこの辺ちょっと刈り上げて、ね、なんか横は刈り上げてるみたいな感じで、うん、女性でも別にあるわけか、そんな、まあおかしくないわけ。ありますあります、女性でも知ってる人いますね、はい、うん、なんかあれだよ、事件や事故に巻き込まれやすいっていうんだよな。ああそうですね、要するになんか理屈としてはね、あれってことは要するになんかちょっとお前なんか色気づいてるとか、はい、ちょっとお前意気がってんじゃねえよみたいな、はい、そういうような人なんか周りにいたのかし、なんか生きがってんじゃないよみたいな。僕はそういうところ全く全然いないですね。あ、そういうの絡まれたりもしなかった？絡まれたことないですね。それもないんだよな。なんか、いやなんかさ、よくね昔だったら修学旅行に行ってね、はい、修学旅行で他にも高校とか中学に来てると、はいはい、なんか他校の生徒と喧嘩になるのを、はい、そのさ、やっぱり気をつけてくださいみたいなお達してあったのよ、はいはい、やっぱり京都とかさ、はいはい、とか、まあ、広島とか東京なんかに行くと、はいはい、なんかね、よく考えたらおかしな話だな、修学旅行通してさ。今はあんまりそういう注意ないのかな。今の時あったよ、木刀を買わないようにしようとかあったよ、まだやっぱ1980年代のさ、校内暴力の職人世代だ、金髪先生のシュブレイ、シュブレイコールの波だから当時はね、そう、当時校内が荒れてたっていう時代ありましたもんね。そういう時にも要するにね、まあそこもそうだよ、例えば、まあ、電車通学でさ、はい、そこまでむちゃむちゃ荒れた悪い学校じゃなかったけど、なんかさ、この因縁つけられやすい人っているのよ。あると思わない？まあ、あると思います。それはもう自分がちょっとヤンキーっぽくて、はい、なんかうやってメンチ切ってたらもちろん分かるんだけど、そうじゃないんだけど、別に多分本人はそういういわゆる不良というか、はいはいはい、ヤンキーじゃないんだけど、はい、なんかそのまあ、まあ、そういうのにトラブル巻き込まれやすいって、あれね、目つきの悪い人なんだよな結局。ああそうかもしれないですね。あと目が悪くて、はいはい、こう目し眉間に座るとかこう、はい、目を細めたりすると、目を染めるとっておじいちゃんが孫を見るような目ね、あれじゃなくて可愛がる時じゃなくて、ね、声じゃなくて、ね、あの感じじゃなくてまあなんかもう分かんないけど、もうね、もうこれこういう、これは目を細めないの全然、この字をこうね、うん、はいはい、そうそう、だけどなんかこういう目をちょっとなんか昔はさ、目がちょっとなんか目が悪い人ってのはなんかちょっとこういう風に見てる、はい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 、だから、ね、なんか電車なんかで乗ってて、例えばうちだったらまあ兵庫県の田舎だから神戸とか姫路とかさ、はいはい、2時間ぐらい乗って行くわけです。そしたらやっぱ他校とか他の学生と同年代のね、うんうん、一緒になる時があるんだけど、必ず宮本くんがさ、なんか巻き込まれるんだよで、不良じゃないんだよ、同級生の宮本、そう、はい、全然悪くないんだよ、はいはい、何にも、はい、どちらかと東京に来た時、俺その後さ、大学になっても止めてもらってたぐらいだからさ、なんならいいです。いや、マジで本当にヤンキーっぽさもないな、なんか服装も別にあれ、そんなオタクっぽくもないけどね、はい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 、別にでもなんか目つきが悪いのよ。あ、そうで、ちょっとがたいいいみたいなね、はいはい、がたい良さめで、良さげで、ちょっとこう
なんかこうやってるとなんだあいつと、いやまたちょっとさっき絡まれてみたいなこともあるから、2ブロックそっちだと思うんだけど、 2ブロックなのかな、ブロック、いやまあそう3ブロックはないわけ、3ブロック4ブロックは、1ブロックはあるかもしれないですけどちょっとわかんないですよ。結論として俺はノーブロックになったんだよノーブロックこの部分ノーブロック、そうですね、ノーブロック、ノーブロックノーヘアと呼ばれてない、呼ばれてないわけですよ。でもこの頭の方が上から物が落ちてきた時に守るものがないから事故に巻き込まれやすいのね事件や事故に巻き込まれやすいの、ちょっとなんかあのスズメの糞もあるらしい、そうですね、トラブルはトラブルはトラブルに、ま、というかね、トラブルに巻き込まれてんだよもう、ヘアトラブルねあ、これはね、あのこんなうまいことはあの9点の本編でも言ってなかった言うべきだった、これ言うべきだった、言いそびれた、言いそびれちゃったこれは逆に今気づいてる、ヘアトラベル、 Go to ヘアトラベルってのが言ってる、 Go to トラベル、 Go to ヘアトラベルまでは思いついたんだけど、毛先が遊びに行っちゃってね、毛先が遊びに行っちゃって、あの戻ってこないって話でね、今東京にちょっと移動しちゃいけないということで、その俺のね可愛がってたね、可愛がってたおかしいな、俺の毛先はね多分どっかにいると思うんですけど、あのちょっと戻れない、多分俺の意味としては東北の方に行ってると思うんですけど、一回電話ありましたからね、ちょっともうすぐ戻る、でも今ちょっと東京にちょっと今移動したら良くないってことで、とりあえずまあステイしてる、だから Go to ヘアトラベルっていう話はしたんですよ。Go to ね、トラブルまで行かなかったな。ヘアトラブル、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 トラブルまで行かなかったか、これ残念、たまノーブロックですよね。いやでもね、本当にそういえば思い出したけど、あの9点の時にね、あの、まあ、その前に、はい、まあ、久しぶりにやってるあのおしゃべり検定とかね、毎月やってるけど、はい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 、それもすごい久しぶりにやったんだよ、だから9点にやる前にさ、普通は毎月ライブやってるとかさ、事務所ライブ、昔だったらトップカーライブもあるし、はいはい、まあ、毎月ライブ3、4回は最低ネタをかける場所があるわけ、だから今のね、M1 とかキングオブコントに出る芸人も正直困ってると思うんだけど、その試せないわけ、そうですね、だからライブになる前に試す、この自分の単独ライブになるまでにお客さんの感、もう感じをこの試す時間がなくて、はいはいはい、結局1回しかなくて、2月から、はい、その本番を迎えたからさ、はい、その怖くてさ、うん、その1回もさ、まあ、ゲストのね、おせつと京太っていうね、はいはいはい、まあ、ちょっと割とこうね、あのなんかこうオーソドックスな、うんうん、割とこう寄席でね、おじいちゃんおばあちゃんもちょっと笑ってもらえるな、うんうん、まあ、俺より全然若いんだけど、そういうゲームの漫才の彼らを呼んでやったんだけど、はいはいはい、お客さんがさ、マスクをしてたらさ、なんかさ、こう、あとお客さんもなんかその空気感でちょっと緊張してるというか、はい、なんか笑いにくい感じがしたのね、はいはい、笑いにくいと思ってんじゃないかなみたいな、うんうん、あの感じがして、でこのまま単独ライブを迎えるとちょっとこれ危険だなと、はい、いや、あと笑ってんだけど、だから声出しちゃいけないんじゃないかと、プロレスなんかでもね、声援出しちゃいけないから、はいはい、もうね、あ、だから悪役に対してブーイングが飛ばないわけ、はいはいはい、で正義の味方、まあ、ヒールネタとか田中選手とかが、こう、いぶしこうたとかが反撃すると、もうさざ波のような拍手が起こるわけ、うんうんうん、で、このね、今だと、まあ、イービルっていうのが悪役になったのかな、はいはい、ヒールになったのかな、はい、ディック・トーゴとかが椅子でぶったたいたりとか、足引っ張ったりとかさ、うん、ね、こう乱入したりしてさ、はい、本当だったらさ、もうね、こう相手側にこうね、かなりこういいムードでいってたのに、それを足引っ張ったり乱入したりしてた、うん、もう大ブーイングが飛ばなきゃいけないのにさ、はい、飛んでもおかしくないところはやっぱ日本人ちゃんとね、うんうんうん、守ってるからシーンとするわけ、はい、だからこれすごいな、で反撃したらこうクラシックコンサートのような拍手が来るわけ、うん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 、だからこの悪事に、ね、悪に対しては、ね、何も声を上げない、ね、この正義に関してだけ、ね、称賛の拍手を、はい、これもね、ネット社会に欲しいマナーだね、これねネット、そうですね、現実もそうですけど、ネット社会にこそ悪とか悪いことに関して荒れてるさ、ことに関しては、うん、もう無反応、あら、だてず、うん、それに関しては口をつぐみ、うん、はい、ね、人がやったね、いい行いね、はい、そういうことに関しては拍手をそうです、ね、こう示すっていうさ、もうプロレスがさ、もうまさにさ、こう教科書になってますよ、SNS、 そうです、ね、これに気づいてるのがまたまた俺だけいつものように誰も気づいてない、だからまた広がっていかないよ
いつものように俺だけ棚橋も気づいてないから広がっていかない棚橋も気づいてない。いや本当思ったよ。そうですね。あでもプロレスという意味で言うと今不健全な状態なわけですよ。まあそうですね。本来はねブーもあー引っ込めもそれはストレスか、ね、あの発散として言っていいし、うん、本来はヒールの人もそれ言われないとそうですね。シーンとしてるって悲しいと思うよ。そうですね。どんだけこう椅子でバーッ持ってこないですね。ただみんながうわーって引いた時みんなわー5000人が引いちゃう。ドン引きです、ドン引き。そうですね、でもやっぱブーであってほしいじゃない。そうですよね。でプロレスっていうのはそういうね、うん、普段ね、うん、そういうなんか、うん、こうなかなかこうね、うん、あの発散できない部分、怒りの感情なんかもぶつけていいっていうのが、はいはい、いい特殊な、そうですね、いい空間なんですけど、うん、今はそういうマナーになってるから本当に、ね、ネット社会に、ま、あの欲しいマナーですね。そうですね。それでだから、まあ、あのライブもちょっとこれは面白くて顔は笑ってるんだけど声が出てないから、やっぱ声が出てないとあの伝えにくいでしょ、はい、もう俺のいつも来るね熱心なファンで、あの声出して笑わない人がいるわけですよ。あのエアのね、はい、最高に面白いんだけど声が出てない、声帯を震わせないっていうね。終わった後はちゃんと喋ってくれるんだけど本番中は全然もう最高ですね。いやそんなもうお腹痛いぐらいのリアクションしてたらちょっと出してよって、これはもうコロナ騒動前ですよ。関係ない時期ですよ。平時ですよ。なんでエアーなのっていうね、あのすごい言い方なんだけど、もう常連のね、ありがたい、ありがたい。なんで多分これ見てると思うんだけど、ごめんなさいね、それ悪い意味で言ってるじゃないですか。ごめん、まあ、そのネタにしたのもね、別にもう許してくれるような優しい方ですけど、あのがあるからこれちょっとまずいなってことで、はい、実は9点なんかもあのこれいきなり出ていったらこれちょっと最初難しいなと思って、はい、実は配信前に、はい、あの自分であの前説やりました。はい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 、これは YouTube でもチラッとね、うん、結局チラッとおっしゃってましたね。結局やりました。はいはいはい。あれでやっぱやっといてよかったです。あそうですか。うん、もうそれで笑ってもいいんですよって言ったら、うん、全然、ね、気にせず笑おうとしてましたね。あそうですか。はいはいはい。それもありますし、あとなんかズームの機能でなんか笑い声がうわーっと聞こえて、そこに俺がまたかぶせてあのギャグをまたまあ一言二言言うとね、さらに笑いが増幅するじゃないですか、はいはい、ライブがでお客さんが笑ってるところにマイクを落としてわーって言ったらわーわーってなるから、要するに畳みかけ、はいはい、ってすごくいいことじゃないですか、だけど今回に関してはなんかズームっていうのは一つの音を拾ってる時はなんかもう一つの音を拾いにくいみたいな特性があって、うんうんうん、まあ二人とか三人で喋ってるとね、一、うんうん、人が喋ってる時は他の二人の時の音声がちょっと一回消えちゃうみたいな、うん、クロストークにちょっと向かない部分があるんですよ、はいはいはい、ピン芸人 の逆に言うとライブはいいんだけど、はいはい、その笑いがこうグワーってなってまだこう笑いが残ってる間に俺が喋っちゃうとちょっと聞き取りにくいっていう苦情が昼間来たんですよ、はいはい、だからもう本当にね夜ねもうこれでもかとまかあのばかりに嫌味なぐらい笑い待ちしてますね。あとはもうあの笑い待ちというか本当に笑いが起こってないのに、まあ、ただ待ってるって ただ笑い待ち、まあね、収まるのを待ってるんじゃなくてあれまだ来ないなこれは来ないのかっていうね、そういう2つの笑い待ちね、うん、怒る前の、うん、そのやっぱりあのぬかっとこうわーってなってる時にこう来ちゃう、これが重ねてよくないから、はいはいはい、だからその辺はねすごいあの気をつけてあのやりましたね、だからなんかそれはね今後ももしかしたらあんまりこう配信とか関係なくね、うんうん、このやり方のが後で音声で聞くとね、はい、すごく伝わりづらかいや伝わりやすかったりするんですよ、はい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 、結構ネタはやっぱり生でねその人の映像ビジュアルねあとその空間にいて声を聞きながらやるとね、はい、なんかねちょっと聞き取りづらいセリフがあってもね、なんか前後の感じとかでちょっとマイクから外れたとしてもなんか聞こえるんですよ。そうですね。これね、はい、だからそれがもし配信になったりすると、うんうんうん、ね、はい、やっぱちょっとしたことで伝わりづらくなるから、はいはい、やっぱ伝えやすいに越したことないじゃないですか。そうですね、広く伝わるに越したことないから、うんうん、なんかその辺はね、逆にあこれからも生きるなって感じがしますね。あと私のファンは別にもう面白いことさえ言ってくれる
ればいいんで、もうフリーズしても別に音声さえ届いてれば OK だなっていうのが分かりましたね。その一緒の空間にいたいとかね、同じ空間で見たいとかそういうのないんで、映像止まっても声が聞こえてれば、声が聞こえても影でもいいんでって昔から言ってるんで、あのもうアニメーションでもいいんで本人じゃなくて、本人じゃなくて違う人のね、あのやつでも全然もういいんで、そんななんかあの感じがしましたね。あとはまあちょっと話もしたけど、永瀬くんがね、あ、そうですね、やめて、はい、なんか裏方に行くけど、いやなんか裏方に行くかと思ったら、お母さんはなんかね、うん、いやなんかそんなことはない、なんか やりたいはずだとか言って、うんうんうん、いやでもタッキーといいさ、永瀬くんという、はい、まあ、タッキーはまあ自ら進んでなのかわかんないけど、はい、会社は辞めずにね、裏方に回るんだけど、はい、なんかあんな男前がさ、はい、裏方に行かれると困るよな。そうですね、永瀬君がでもその分の通り ね、じゃあ何映像関係の監督とかね、うん、そういう裏方になったっすよね、はい、いやいや裏方が一番花があるじゃない。困るんだよ、たまにあるマネージャーの方がかっこいいってもあるから、はいはいはい、たまにありますよね、あるんだよ、マネージャーの方がいいっすって、はい、その芸人よりもマネージャーの方がすげえ花があって、うん、そっちにマイクつけられそうなことがあるんだから。そうですね、タレントとね、マネージャーさん。俺なんかもね、SK の番組行ってね、リハーサル出たら、代わりのね、代役の人だと思って、医療課長特急さんの札をかけられそうになるんだから。暴動ね。暴動かけられそうなんだから、リハーサル用のね、スタッフの人がやる暴動、本人が来てるのに、あ、代役の方ですねって、誰が代役の方だよ。誰が代役の方だよってさ、ことがあるからさ。ちょっとまあ、だって男前の人はすげえ男前の人お笑いやらないでほしいって昔思ってたぐらいだけど、今はもうちょっとそれ無理だから、はいはいはい、やっぱりエグジットのね金近くんとかやっぱあれかっこいいもんな、イケメンですね、イケメンっていうかちょうどいいぐらいのかっこよさな、うんうん、愛嬌があって、そうですね、ちょうど手越くん的なかっこよさね、あ、そうかもしれないですね、よくないんだよそれは。よくない例なんだよあれは、あれはいやまあ見た目的な、手越よりなんなら 逆に真面目だと思われてるしな、そうですね、真面目な感じだから、いい感じ、はいはい、ちょっと可愛いっていうか、はいはい、なんか、でも、永瀬君なんかちょっと男臭い感じだしさ、そうです、ね、昔さ、もう10年ぐらい前に、ケンコバ君と、まだプロレスがね、はい、新日本プロレスがここまで人気がない頃に、はい、プロレスのその人気ね、こう復興のために、はい、あの何かこう、まあ、ハッスルとかね、いろんな時期があったでしょ、はいはい、プライドとか。格闘技のおさらとさ、新日本プロレスがだいぶこう落ちてる時期があったんですよ、その時にまあ本を出したんですけど、はいはいはい、僕たちプロレスの味方ですってケンコバ君とね対談して、はいはい、いろんなこうまあハッスルなんかも結構芸能人が登場したりしてる、リズム元也とかね、はいはいはい、インディン様とか、はいはい、江頭さんとか、まあ、いろんな人出てたんだけど、はい、誰かちょっとジャニーズで誰か、転校してくれんのかなと、はいはいはい、やっぱこれ顔的にはこれ永瀬智也がいいなと、これケンコバ君なんか言ってましたよ、要するに男から見てもやっぱりなんかこう男臭さがちょっと残ってるっていうか、はいはいはい、甘い雰囲気もあるんだけど、はい、なんかちょっとか俺なんかでもかっこいいなと思うよ、はいはい、いやそうだと思います、ね、なんかね、はいはいはい、まあ別に他のメンバーが悪いわけじゃなく、あ、悪い場合もあるかも、他のメンバーまあ、いろんな言ったとしてね、はい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 、悪い場合もありますけど、まあなんか永瀬君が、まあ、いわゆる、まあ、男前とか人気が出るっていうのはまたちょっと人の基準で違うんだけど、ちょっとワイルドな感じね、はいはいはい、そうですね、あと意外とあゆとさ、はい、浜崎あゆ当時の、まあ、ナンバーワン歌姫でしょ、はい、とさあんな堂々と付き合っててさ、あ、そうですね、なんかタトゥーまであるみたいなさ、はいはいはい、ことをみんななんとなくも知ってるわけじゃない、はいはい、まあゆがもう発信してたってのもあるけど、うんうんうん、それってなんかよく考えたらすごくない？すごいです。かっこいい。そんな人他にいなくない？はいはいはい。いや本当そうだ、ね。あんな感じで堂々と、はいはいはい、かなりトップ、もうあれもトップじゃん。はいはいはい。ね。そうですね。と、いや堂々としてましたね。堂々としてた、まあその後、相葉崎さんとかいろんな、はいはい、まあまあそれはね、あのだけの人だから、うんうん、いろんな人はもうね、来てもしょうがないですけど、うん、天竜よりは身長短いの、低いのかな、あ、天竜さんよりはないんじゃないですかね、180ちょいはあると思うんですけど、結構高いでしょ、高いです、高いです、ジャニーズにしてはめちゃくちゃ高いんですよ、そうなんだよね、ジャニーズの世界ではすごく高いです、うん、方ですね、でもトースポの情報では永瀬転職、帽子屋って、なんで帽子屋なんだよ、これ。なんで帽子屋なんだよ。理由はね、おしゃれにも興味があってね、帽子が昔から好きだと。いや、そんな理由でね、帽子、いや、わかんないですよ。なんか、ファッションの、プロデュースみたいなのもあるじゃん。はいはいはい。よくさ、はい、するんだけど、好みを生かして、
帽子のファッションブランド作る、いやそのために やめなくてもいいよねそうですね、まあ、そうそんな帽子業界そんな甘いもんじゃないって言われたらね、まあまあそう、私もちょっと風の音も出ませんけども、ちょっと舐めてましたね、帽子業界をね、カツラ業界じゃないですよね、もう帽子の方、カツラ業界ちゃんとした帽子の方、そんなあってもなくてもいい業界なんでねいやいや、そこまでじゃんって言われてるような人もありますけど、だからいや、そういうのもあるから、やっぱりあとブランドでちょっとね、はいはい、ニュースがあったのはね、はい、元愛知里奈の妹を逮捕ってニュースがあってね、これ知ってますか？これややこしいでしょ。元愛知里奈の妹ってのがややこしいんだけど、要するにね、これは大阪府のですね、福島市は商標法違反でペット用品販売株式会社社長の、柿内、久美子かな、はいはい、容疑者逮捕したと。これは要するに NHK 紅白歌合戦にも出場した愛知里奈さんの妹で、はい、そのペット用品販売会社の社長さんなんですよ、はい、でその、まあ、ペット用品ですから、まあ、多分ワンちゃんとかいろんな、ね、はいはいはい、用品にその グッズに、ね、ロゴを貼り付けたんだけど、そのロゴがすごくシャネルに似ていたというね、またシャネルってね、これもすぐ分かる、俺でも分かるねそうですね、それで、ね、商標法違反ってことで、はあはあ、あのもうこれがもうはっきりで、それも販売ネット販売してたからバレて逮捕っていうニュースがあった時に、でもその時にあのやっぱりその今ね、愛知里奈さんは改名されてるんですよ、はい、あ、はいはいはい、何年か前、結構前で、はい、柿内里香さんなんですよ、里奈さんって柿内里香なんですよ、なるほど、なんですけど柿内里香が全然浸透してないんで、見出しが元愛知里奈の妹で、なおかつ写真は愛知里奈さんっていう、もうこのね二重三重の構造、二重三重でしょ、この解明問題だけど解明浸透してない問題でしょで、このあのペット販売のコピーの会社がボンボンコピーっていう社名で、もうすでにコピーって入っちゃってるっていう、もう真似するコピーする気満々だって、そうですね、最初からもうそのつもりで会社作ったかもしれないですね、そうだから、もうね、だから結局あれだよね、解明問題ってさ、結局じゃあ今さ、お猿とさ、パンキキどっちか知ってる、はい、だってもともとお猿だったでしょ、はいはい、そうアニマルテーダー、十数年前にあの例の細木和子に言われてさ、はいはい、あなた死のうやって言われてさ、はいはいはい、ね、モンキキに変えたでしょ、はい、で8年前にお猿に戻したんだよ、あ、そうでした、で3年前にモンキキにまた戻してんだよ、だからもう無限ループなのね、お猿とモンキキが、だからもう元なのかもう元なのかがもうどっちかわかんない、どっちかわかんないの、もうお猿ってこのまま俺仕事で来たけど、その時点で多分モンキキなんだけど、書道されてるんです、書道、あ、書道されてる、その時はお猿なんだ、もうだからもうわけわかんないの、なんかもう、なるほど、そのスタンスで変え名前も変えてるってことですか、だからもうなんだかもうお猿とモンキキがもう混ざり合っちゃって、もうどうすればいいのこれ、そうですね、で、あんまりみんな気にしてないっていうねそうですね、そうですね、引っかかってない、柿内里奈さんも2003年の紅白出場してるからね、あ、そうですか、そう、皆さんご存知の、もう大スターですよね、あの時のね、もう紅白ですよ、はい、本当にあの曲もね、もう浮かびますけど、そうですね、あの曲良かったですよね、ある2003年の曲ね、名曲です、なんとなく、で、私がね、これ実はですね、2003年に私が出てる紅白と同じ年なんですよ、あ、じゃあある意味同期、そうです、ステージ上が同期、紅白同期私が鉄腕の友とあのね、花輪の応援で応援爆笑ウェバトル軍団として、はい、紅白のステージに立った時と同じなんですよ、宮廷 T シャツ着て、あの時にだからちょっと注意すべきだったんですね、ラッシャー T シャツ着てね、そうそうそう、ラッシャー T シャツ、あと、ね、女子12学号にね、あのエレコミックのやつ君と座ってるだけでなぜか笑われるというね、純粋に顔だけを見てジャパニーズコメディアンの顔が面白いってことで笑われるという、あの女子12学校の皆さんにね笑われるっていう事件があるんで、その時のね、あの仲間ですからね、そうですね、仲間ですね、やっぱりちょっと一言言っていただければね、そうですね、あの本当になんとかね頑張ってほしいですね、確かにもっとああいう字になってるのがね、あれですよね、あ、まあでも木下ゆきなさんが結局ね、はいはい、あの引退されちゃいまして、そうですね、もう出てこないのかね、まあちょっととりあえずしばらくは出てこない、あれはでも、ね、でもこれみんなやっぱりあのなんか
いろんな実はまたねなんか不倫してんじゃないかとか、まあ確定しないですよ、男性がいるんじゃないか、なんか大物ラッパーがとか、はい、いろんなのが出ますけど、はいはいはい、やっぱ私はあそこが気になりますよね。そのずっと休んでて、はい、7月1日にね、はいはいはい、芸能界復帰したんですよ、はいはい、で6日に引退なんですよ、はい、あんたセミかとこれですよね、やっぱりずっと潜っててですよ、しばらくね、ずっとでしょ、もう7月、まだ分かりやすいでしょ、これ、バカバックスをやってる期間と一緒なんですよね、これね、私が外から準備したのね、そうですね、毎月1日から6日、6日、ね、6日間やって、同じネタを試して、われわれアンタッチャブルとアンジャストがね、おぎやはぎがもう03とかも育っていったわけですよ、1日から6日までね、新宿の新宿風という劇場で。他の人はやっぱり大体他の事務所はね月に1回の事務所ライブなところ、我々だけはその6日間1から6までこのまああの清瀬ゆきなさんのね活動期間と同じですよ。でその7月1日からで6日にちょうど引退って、これあんたセミかと、時期もなんかいい感じだしと、実はセミはね懸命に生きてね死んでいきますけど、うん、もういや懸命に生きたんじゃないですか。やっぱり懸命に生きて、そのなんか事務所の信用を失ってね、そうですね、なんかねもう総出では出れませんってことでしょう。もう、そうですね、でもうちもやっぱり何かあったらもう総出で行きますからね。もうあのタブレット準しかいませんからね。総出が前はアナログ太郎もいましたからね。総出が少ない、もう総出が少ないです。少ないですね、少ない少ない、もう言えない、事務所総出ねって言えないですよ。逆にもう戦力があの 薄っぺらいことを逆にもうあのアピールすることになっちゃいますからね。少数精鋭です。少数精鋭、はい、精鋭ですかね、はい、本当にもうアナログ太郎が入ってももうほぼ一緒ですからね。これはそうか、俺もでも早まったな、石原プロダクションに入ればよかったな。あ、なくなっちゃうんだ、そこは。石原プロもね、あの亡くなりましたけどね。いろいろ、でもまあね、いろんな人いるだろうから、ベテラン俳優さんが多いイメージだけど、みんな困ってる、困ってもないのか、どう、みんな、ね、意外と高橋英樹さんがな、グレープカンパニー行く時代だからな。あ、そうですね、はいはい、はい。サンドイッチマンとか行く時代だからな。そうなんだ、俺も誘ってくれたらね、グレープカンパニー全然行ったんだけどね。その言わなくても誘ってほしいよね、なんか察して、なんかその辺をなんかサンドの2人も水臭い、本当に。まあとりあえずはね、トルバでやっていこうということですね。いやもうトルバその全体を吸収してくれないかな。トルバを吸収ですか。石原軍団の人たちとちょっと合体するわ、来年合流。石原軍団のその方々と、はいはいはい、トルバが合体してやりにくいわ、気使ってやりにくいわ。ちょっとね、いい毛色が違いすぎますね。そうですね、もうそういう田中さんがどうなるのかっていうね、3月末に吉本でもデッカちゃんも気になりますからね。そうですね、皆さん気になさってないでしょうけども、そういうのもありますからね、はい、まあそんな感じですかね、はい、はい、ということでまあね、久しぶりにこうで、ね、直接やりましたけど、まあだからあれじゃないですか、その都合のいい時はこういう感じでやって、まあそれなんかちょっとこれは急に話そうかなっていう時はね、リモートで対応してもいいし、はいはい、まあ普通の仕事も皆さんそうじゃないですか。まあそうですね、僕なんかもラジオ三島やってますけどね、まあ三島に行ったりもしましたし、あちょっとすごいいいのがなんか、あワンコーナーじゃあこれちょっとリモートで撮りましょうかみたいなこともできるわけですよ、はいはいはい、今だったらちょっとね、あそのね、何分かの1時間番組の何分かのためにね、うん、もう一回行かなきゃいけなかったところが、今だったらこうね、携帯電話でこう、音声を送ってみたいなラジオだったらできたりもできるし、あとまああれもやってみてね、プロレスのね、なんか大会の新日本プロレスとか、はいはいはい、なんか終わって試合後のレビューで語る、まああれなんかもいや、もしかしたらね、はいはい、反響ね、結構あったり、うん、いいかもしんないですね、はい、ああいうこともまあやっていきたいですし、あとはイベントはね、なかなか難しいんですけど、まあでもちょっとやっぱりちょっと SKE ファンのね、ちょっと皆さんが今ね、本当にSKE の映像なんかも無観客で公演、劇場公演も始まったんですけど、はい、結構ね、はいはい、やっぱ逆にメンバーもいつもより減らしてね、はい、10何人じゃなくてもう6人とか7人にして、
もうディスタンスを空けて曲もちょっと短くして、はい、でもちろんお客さんなしで配信のみで生でやったりしてるんですよ、はい、でそれをまあ YouTube でね無料でもちょっと見れるようにもしたりして、はいはい、いろいろ私もちょっと、ね、見たりはして、比嘉君なんかももちろん比嘉もえる君なんかも見たりはしてると思うんですけど、やっぱりなんかちょっとね逆にちょっと寂しいというかね、ああこういう、あと岐阜なんかも今年延期というか、お客さんはとりあえず入れれないのかな、あ、まあ、ですね、配信とかになってことですね、配信になって、やっぱり逆にちょっとできる範囲で回数をねもう増やしてでも、まあ、毎回その消毒とかその辺はしなきゃいけないけど、うん、なんとかやっぱり生でねやらないと伝わらないっていうものもないとね、あと私のやっぱ芸風がねこれね、はっきり言ってね配信向きじゃない、うん、あ、そうです、これはもう、まあ、ここだけの話、面白さが結局出てないのよ結局だから9点もちょっと配信で、ね、いつものファンから、ね、言われたもん、ちょっと丸くなってんねちょっと守りに入ってるねってうちの嫁の姉が言ってましたからねだいぶ身近な人ちょっと守りに入ってるねってやっぱあの辺のあの人のあの辺のとことか言えないよねということになってるわけですよ、まあ、それはそうなんだよ、やっぱり配信となるとね、まあ、有料でお金払ってね、それがどうこう伝わってっていう悪いことになりませんが、やっぱりその共犯意識っていうのがやっぱ出ないわけですよ。そうですね、だからやっぱりそこをやっぱりどっか守っていきたいっていうのはあります。だから YouTube ってのはもう宣伝ですからね、これはね、私はもう YouTuber であるんだから、もう迷惑系芸人ですから。いや何ですか迷惑系芸人迷惑かけてダメです、ね、迷惑ダメです、はい、かけてダメです、ね、まあそういう感じですからね、はい、まあ、YouTube はまた YouTube としてこの、ね、はい、楽しんでいただいていろんなことをね、まあ私なりのね、まあ、楽しんでできるようなことをやらせていただいてですね、はい、まあ、いろんなイベントはまたね、生で皆さんと会ってちょっとできればいいなと、はい、はい、思っております。はい、ということでね、イリキューチャンネル、チャンネル登録の方をお願いします。はい、ケンタさんもね、ちょっと今アメリカの方でことなんかニュージャパンカップがあるのかな、あったのかな、はいはい、アメリカのね、久しぶりの試合はある、はいはいはい、なかなか日本に来れないね。そうですね、はいはい、なかなかちょっと来れないですよ、新日本の試合は結構再開はしてるんですけどね、なかなかなんでね、もうそろそろ何出てみる今ケンタさんに呼びかけてます出てみるの久しぶりに、ちょっと ね、見てくれてればいいんですけどね。いや、見てはね、くれてるとは思うんで、ね、最近ちょっと別に直接ね、連絡は、はいはいはい、ないんですけど、まあまあね、どっかのあれでね、はい、そういうコラボなんかもできればいいかなと、はい、なんとなく思ったりはしてます。はい、ということでまたね、はい、皆さんとはなんかね、リモートなのか、なのか分かりませんが、はい、ちょっとお会いしたいと思います。はい、ということで、医療課超特急と、はい、ハイブリッド橘でした。